筋の夢、あの日の地図と照らし合わせて、ときめきの焦った憧れに今求める。はい、 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、藤本です。岡山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです。どうですか、調子は？ちょっと打ち方を変更しまして、はい、ドライバーの打ち方なんですが、はい、これまでこういう風に打ってたんですけど、はい、もっとうまく体幹を使いたいと思いまして、自分の慣れた格闘技の方でこの前足重心で体幹を使うことに私は慣れてるんで、だからこれをゴルフで再現したらもっと力強く振れるんじゃないかと思いまして、それで今こういう打ち方で、はい、ちょっとやってみたんですが、あらかじめ先生の方にはこの動画データを送らせていただいて、見ていただいたので、今日はこれをもっと安定してミート率とか良くなるようなアドバイスをいただけたらなと思いまして、はい、今日お呼び立てした次第でございます。わかりました。はい、そうですね、動画見させてもらいました。はい、体の使い方はすごく良くなっていると思うので、はい、非常に飛びそうなので、はい、いいんですが、少し見させてもらうと、車高距離とか、はい、距離が少し取り切ってしまって、そういうのが若干起きるかなというふうに僕は感じたので、はい、この辺はもう少し改善できるか、はい、もっと良くなると思うので、この辺はちょっと今日は指導させていただきますね。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっとビデオ撮りますね。はい、はい、基本的なことなんですけど、はい、そのまま構えておきますか。はい、まずね、ちょっと待ってね、ちょっとクラブお借りしますけど、はい、まずドライバーっていうのはボールの位置なんですけど、はい、これ基本なんですけどね、ボールの位置は今こう目標と直角にしましたら、はい、藤本さんの足の真ん中ぐらいに回りますよね。はい、で最大でドライバー一番右に置くんですけど、はい、内側なんですね。はい、なのでそうです、そうです、外に置かれてるとやっぱり届かなくなるので、はい、もうドライバーで一番右側ってことはもう体の、左足のかかとの内側の前ぐらい、はい、だから先ほどまではボール2個分ぐらいこっちに置いてるので、はい、今のでトップしやすいので、あ、うん、ここがもうドライバーの位置です、はい、これが一番最大なので、はいはい、はい、まずちょっとそこから、はいはい、ちょっとだけ離されたら、はい、はい、まずそれだけで今みたいにちょっと変わりますね。はい、右足かかとの内側の前です。いいじゃないですか。はい、外に置くと、はい、基本的にはポイントが前になりすぎて、はい、ドライバーでアイアン違ってこう最下点が過ぎて、まあ、ややアッパーで当たるんですけど、はい、ね、アイアンがここの最下点で当たるとしたら、はい、まあ、ドライバーは右にある分最下点が過ぎてややアッパーを右に当たるんですけど、さっきのボーネットでしたらこの辺りにあるんで、あ、この上がりしないこの辺で当たっちゃうので、はい、いいスイングしてるんですけど全部トップの人、はい、なのでボーネットは正しく、はい、内側の前ぐらいですから、これぐらいですね。はい、はい、
行きましょう。もういいですね。はい。はい。おう。いいですよ。はい、じゃあね、次に少し体の、はい使い方というか、イメージをちょっと、はい、今動画で撮ったんですけど、はい、撮ったのと、まあ、これ前のやつかな、まあ、ほとんど今日の選手変わらないので、はい、前の動画と、まあ、これあの有名な選手、ババ・ワトソンという選手なんですけど、ご存知ですか、はい、いや、知らない。知らないですか。ババ・ワトソン。ババ・ワトソンって、あの、まあ、PGA ツアーの選手なんですけど、はい、めちゃめちゃ飛ぶ選手なんですよ。はい、まあ平均ドライバー飛距離1位にもなったことがある選手で、はい、あのすごい飛ぶんですけど、はい、まあ、同じレフティーなんで、ちょっとこう、見比べてみようかなと思いまして、はい、やってみたんですが、はい、まずね、ちょっとババアトさんのスイングと、はい、ジョンさんのスイングをね、はい、同時に使いたいと思います。はい、で体の使い方っていうのはそこまで違いはないんですけど、はい、藤本さんとバパートさんの一番の違いは、はい、今ね、この腰のところに、こう、まあ、ちょっとわかりやすく線を引いてますけど、はい、この前傾姿勢構えた時のこの腰のラインは、はい、藤本さんの場合は、ここで一度地面と、はい、こうして、垂直、もしくは、ややちょっとこう、上向きになるんですよ、はい、うん。そうしましたら、最初にこの構えた背骨の角度がありますよね。はい、この角度が、だいぶ、もうほとんど前傾姿勢が立った状態なんですよ。ここから、こういう状態なので、はい、前傾姿勢が立つと、ボールに対してやっぱり遠くなりすぎてしまうので、はい、そこでアジャストする動きが結構入ってしまうんですよ。はい、で、まあ、ババアトソンにしかり他の選手もそうなんですけど、この前傾姿勢を崩さずにしっかり捻転するんですよ、基本的には、はい、そうしましたら腰のラインが最初に構えたこの赤い線とほぼ変わりないんですね、はい、斜めになった状態でこの腰のラインが、まあ、ベルトのバックルがボールを見てるような状態でしっかりこう捻転できてるんです、はい、そうすると背骨の軸も変わらずにすごい前転差ができるんですけど、はい、そう藤本さんの場合はここから浅い背骨の向きとこの腰のラインですね、はい、これがずーっと起き上がっちゃうんです、はい、その時に力がちょっと逃げちゃうんです。でそれを戻そうとした時に自分では出しているつもりなんですけど少し力が分散してしまうので、はい、ゴルフはこの前傾姿勢をキープした中でしっかり捻転するのがすごい大事なんです、はい、なのでまずはこのご自分のこのベルトのバックルがボールを見てるよ、はい、トップの位置で正面を向いてるので、はい、この辺を振ってるような感じになっちゃいますので、はい、うん、力が下に行きづらくなりますから、はい、ちょっとここを意識して、はい、何度か素振りしてから打ってみましょうか。はい。はい。そうですね。一回ちょっと素振りしますと、はい。皆さんはここで上げられるときに、ゆーっと上げられるときに、ここで、こういう状態になって前傾が起きちゃう。はい。そうすると、バイトの場所がもう真正面向いてしまって、はい。前傾っていうか伸び上がっちゃうので、はい。ガーッとこう力が逃げてしまいますので、はい。ベルトのバックルをもうアドレスした時からボールを見てる状態ですね、ここはい、その状態で見てるイメージでその場でしっかりひねってあげるとすごい力が溜まる、はい、うん、そしたら前傾姿勢がその場で伸び上がらずにしっかりひねれるので、はい、そういった時に力が伝わりやすく、はい、力が伝わりやすくなるので、はい、ちょっとそこ素振りして、はい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 、そうベルトのバックルがボール見てるようなイメージで構えてトップまで上げて、はい、そうトップでのベルトのバックルが見てるような、うん、そうです
正面を向かないように意識して、そうですね。結構しんどいと思います。はい。うん。そうです、そうです、そうです。そうそうそう。上体がこうして、バディスクラブでしまうと、はい、上体がこう起き上がってしまうと、胸検査がこう全部なくなってしまうので、はい、今のように、まあ、意識はボールを見ているような、ね、ベルトのバックルだ、はい、あとはひねることによって、ひねったらベルトのバックルが多少こっちに向きますけど、はい、でもその意識があることによって、こうはなりづらい、はい、なりますから、力が溜まって、それを一気に解放できるようになりますから、はいはい、ちょっとそこを意識しましょう。逃げちゃうんですね、楽ですけどね。うん、骨盤前傾をキープして、あ、そういうことですね、はい、骨盤前傾が多分格闘技されてても大事だと思うんですけど、はい、それがしっかりキープした中でひねるのと一緒でこうやって空を見ちゃうと、はい、ね、なかなかその自分が狙ったところにパンチがいかないのと一緒で、はい、うん、ゴルフもそういうところありますんで、はい、はい、そうです、そうです、そうです、はい、そうですね、はい、ちょっとそんなイメージで言ってみましょう。はい。はい。あと、ボールの位置をね、あんまり外に置きすぎないようにだけ注意して、はい。はい。あとは、そこを意識して振りましょう。うん、ちょっと最初は気持ち悪いと思いますけどね。はい。はい。今の良かったですよ。はい。はい。今のめちゃめちゃ良かったですね。なるほど。結構飛びますね。こちらは飛びます。はい。前転差がしっかりできるので。おお、めちゃめちゃいいじゃないですか。結構行きました。まっすぐ。軽く振ってるんですね。その方がいいです。前傾姿勢もキープされる中で捻転ができますので、はい、うん、悪くないですね、こんな感じ、こんな感じ、完璧です。はい。いい感じです。はい。おー、飛んでますね。飛びますね。これ、すげえな。
ちょっと今のは骨盤が落ちた感じですね、はいはい、ベルトのバックルがトップの時に少しこう正面を向いたので、はい、前傾が抜き上がった分崩れちゃったんですね、はいはい、そう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 、おお、いいじゃないですか、はい、そうしましたら構えの意識も変わりますよね、はいはい、構えた時にもうそのベルトのバックをボールに似てるような意識になるので、はい、あの力のこの伝わる方向がボールに向かうんですけど、さっきほどの最初の構えでしたらこうちょっとこう骨盤が前傾されてなくて、今のイメージよりも、はい、どうしてもこう正面を向いているような感じなので、はい、起き上がりやすいですし、はい、下に力が向かいづらくなるので、はい、構えた時からやっぱりそこの意識ですね、はい、うん、骨盤が上がってベルトのバックルがボールを見ているようなイメージで、はい、まあ、これ見てもらうといいですか、どうですか、すごい、こちらが、はい、あの奥熊と動画ですけど、はい、まず構えが、はい、ベースの向きがこう角度が結構ですよね、はい、起き上がってますね、こういう感じで、はい、こういう感じになってます。で、先ほど何回も言いましたけど、トップでこうして正面をこうして前傾が伸び上がってしまって、はい、もう地面と水平もしくは上を向いている状態ですね、はい、うん、で、今こういう意識というのはまずこのすごいこの姿勢が良くなりますよね、はい、こう斜めに腰回り向きラインが良くなりますから、はい、上げられてる時にグーッとこう前傾姿勢が変わらずに、で、ベルトの場所をまさに見ているような感じで、はい、このボールに対して力が伝わりそうなトップになっています、はい、で、体の粘土はしっかりできているので、はい、すごい飛びそうなトップなんですけど、こちらはどうですか、すごい伸びて、前傾姿勢がもう立ってますよね、はい、うん、だからこの辺は振りそうな感じなんですうん、はい、そうそうそう、つま先上がりをボールを打ってるような感じになってしまうので、はい、今のこの時の方がもう全然いいですね、はい、短いのが決まったけど、はい、なので再現性がぐっと高くなると、はい、そしたらこう、ね、当たったり当たらなかったり、はい、まあ当たればめちゃめちゃ飛ぶとは思いますよ、これだけ体が回っているのに、はい、うん、ただミート率の問題でいうとちょっと低くなるかなとは、はい、なりますので、まあゴルフはやっぱりバランスよく振るのが大事なので、はい、うん、今のスイングの方が再現性はかなり高い、前傾姿勢変わらずにこう、はい、振れてますので、はい、いいと思います、はい、はい、ありがとうございます。で、このクローズにするのは全然僕はありだと思うので、はい、オープンに構える人、クローズに構える人、はい、まあ、っすぐ構える人、まあ、それは人それぞれなんですよ、本当に、はい、左軸で回る人が得意な人はこうクローズにしてますし、はい、ちょっと右軸で回りたい人はオープンの方がこう回りやすいと思いますし、はい、まあ、そこはね人それぞれなので、はい、正解があってないようなまずご自分が気持ちいい構えで僕は全然問題ないと思います、はい、ただ今この感じがすごい大事だと思いますので、はいはい、そこをしっかりねちょっと練習ですよね、意識してもらって、はい、でミート率上げていくようにしてもらいます、はい、当たれば飛ぶのでね、もともと力はありますから、はい、はい、ありがとうございます、はい、これも後で送っておきます、お願いします。Thank you.
飛んでますね。飛んでますね。飛んでますね。できましたね。はい、それでは今回のゴルフレッスンは以上となります。木山先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは今後もよろしくお願いします。はい、お願いします。では失礼します。お願いします。